はいどうも、AB 店長です。ですね、これ、何やったかな、ランクル、鈴木です。ですね、これ、一応、とりあえず、パッと、さっき、ドアつけてもうて、つけてからパー塗ったろう思ったんですけど、まあ、とりあえず今途中やねんけど、ですね、とりあえず、これですよね、これ、これ、一応、下拭きやねんけど、本拭きじゃなしに、下拭きやねんけど、ほんで、これ、一応、ドア、パーっともう、さっき、中だけ、この状態でパーっと塗ってもうて、中も塗って、やろうと思ってます。ですね、ほんで、何だかな。一応、この、まあ、中もちゃんと椅子つけて、中もちょっと綺麗に掃除しようと思ってますんで、掃除してからやろうと思ってます。ちょっと、あの辺も錆びとんねんけど、なんか汚いから、よくわからんねんけど、あとちょっと天井ちょっとさーっと拭いて、やろうと思ってます。ですね。まあ、こんなもんかな。だから、とりあえずあと、ドアも、ちょっとパッと大体バッとやって、さっきちょっとつけてまおう思ってます。ドアもつけて、でから、つけてから全部さ、最後に布を持ってますんで、まあ、一応、中もこんな感じです。まあ、ちょっとだいぶ掃除したんやけど、まあ、とりあえず中ちょっと綺麗にして、もうドアパッとつけてもうて、やろうと思ってますんで、もうペイント、一番最後にちょっとドバーってやろう思ってますんで、なんかボンネットもちょっと一応もう直ってるから、修理終わってるから、あれです。ボンネットもあれです。修理終わってますんで、全部組んでいってからやろうと思ってます。まあ、そんなもんかな。そんなもんかな。よいしょ。こんなもんです。ちょっと軽めにさっと喋って終わろうかな。俺なんか昨日、何やったかな、俺、昨日なんか喋るの持ってたんやけど、俺何喋るの持ってたんやろ忘れたけど。昨日何を持ってたん、まあ、とりあえずちょっとね、なんか仕事多分、何やったかな、25日超えたから仕事入ってくるんかなと思ったら全然入ってけへんやんか。なんでか知らんけど。まあ、とりあえずまた、バギー塗装。ちょっとちょっと来週から力入れようかなと思ってます。また個人さんの。あ、そうそう。ほんで、前何やったかな、一応何やったかな、激安改めおにやすっていうのは前一回社名、それ消そう思っとったんやんか。消そう思っとったんやけど、まあ、消そう思っとったんやけど、まあ、とりあえずその個人さんで、なんちゅうかな、どうしても安くしてくれと、まあ、なんちゅうかな、もうほんまなんちゅうかな、もうお金持ってないようなおっちゃんみたいと。で、もうどうしてもそういう人用に、一応その、まあ、社名置いとくかな思ってたんやけど、まあ、一回前に一回消そう思ってたんやけど、まあ、とりあえず、まあ、そういう人もおるし、そういう人に対しては、まあ、なるべく安くしたいな思ってるから、もう消さんと置いとくかなと。ねねから、まあ、とりあえず普通の板金塗装で、まあ、安してくれ、まあ、多少安できるけど、めちゃめちゃ安してとか少ないやったら、結局トラブルの元になるから、あんまり基本的に受けてないんやんか。もう、基本的に断ってんねんけど、まあ、どうしても、もう他の会社の見積もり取ってきて、もうこれよりも何ぼか安してくれとか、そういう話に関してはもう何ぼでも受け付けますんで、また、もしよかったら持ってきてください。ですね、あと何やろ、あと何差し喋るもんだろ、今何分 ?3 分か。これちょっと、Facebook も使おうかな。Facebook と、まあ、YouTube 共通でやると思ってます。ですね、これ多分YouTube の場合ってランクの、ランクの12ですよね。になると思います。まあ、Facebook もまた、ちょっと頑張ってまた投稿しようと思ってます。で、前もちょっと Facebook 出そう思ってないけど、何年か入ってたんやけど、社名なんかドカンって入ってたやつ、人だから、これはちょっと上げられへんな思ったから、上げてないんやけど、また番組出そう。また気軽に声かけてください。もしよかったら。では以上です。一旦切ります。まあ、とりあえずその個人さんで、なんちゅうかな、どうしても安くしてくれと、まあ、なんちゅうかな、もうほんまなんちゅうかな、もうお金持ってないようなおっちゃんみたいと。で、もうどうしてもそういう人用に、一応その、まあ、社名置いとくかな思ってたんやけど、まあ、一回前に一回消そう思ってたんやけど、まあ、とりあえず、まあ、そういう人もおるし、そういう人に対しては、まあ、なるべく安くしたいな思ってるから、もう消さんと置いとくかなと。ねねから、まあ、とりあえず普通の板金塗装で、まあ、安してくれ、まあ、多少安できるけど、
めちゃめちゃ寿司とかそんなやったら結局トラブルもとなるからあんまり基本的に受けてないんやんか。もう基本的に断ってんねんけど、まあ、どうしてもあの、はいどうも AB 店長です。ですね、これ何やったかな、ランクル、続きです。ですね、これ一応とりあえずパッとさっきドアつけてもうて、つけてからバー塗ったと思ったんですけど、まあ、とりあえず今途中やねんけど、ですね、とりあえずこれですよね、これ一応下拭きやねんけど、本拭きじゃないしに下拭きやねんけど、ほんでこれ一応ドアパッともうとりあえずさっき中だけこの状態でパッと塗ってもうて、中も塗ってやろうと思ってます。ですね、ほんでまあ、ちょっとだいぶ掃除したんやけど、まあ、とりあえず中ちょっときれいにして、もうドアパッとつけてもうてやろうと思ってますんで、ね、もうペイント一番最後にちょっとドバッてやろうと思ってますんで、ね、ボンネットもちょっと一応もう直ってるから修理終わってるからあれです。ボンネットもあれです。修理終わってますんで、全部組んでいってからやろうと思ってます。まあそんなもんかな。そんなもんかな。よいしょ、こんなもんです。ちょっと軽めにさっと喋って終わろうかな。俺なんか昨日何やったかな、俺昨日なんか喋ると思ってたけど、俺何喋るの思ってたやろ、忘れたけど、な昨日なかったな。一応この、まあ、中もちゃんと椅子つけて、中もちゃんと綺麗に掃除しよう思ってますんで、掃除してからやろうと思ってます。ちょっと あの辺も錆びとんねんけど、なんか汚いからよくわからんねんけど、あとちょっと天井ちょっとさっと拭いてやろうと思ってます。ですね、まあこんなもんかな。だからとりあえずあとドアもちょっとパッとだいたいバッとやって、さっきちょっとつけてまおう思ってます。ドアもつけて、でからつけてから全部さっと最後に縫おう思ってますんで、まあ一応中もこんな感じで、何を思って、まあとりあえずちょっとね、なんか仕事、多分何だかな、25日超えたから仕事入ってくるんかなと思ったら全然入ってけへんやんか、なんでか知らんけど、まああとまあ まあ、とりあえずまた板金塗装ちょっとちょっと来週から力入れようかなと思ってます。また個人さんの、あそうそう、ほんで前何だったかな、一応何だったかな、激安改めおにやすっていうのは前一回社名それ消そう思っとったんやんか、消そう思っとったんやけど、まあ消そう思っとったんやけど、